はい、堺市長選挙に勝って NHK をぶっ壊すということで、ね、6月9日投票日、これから2週間の選挙戦です。今本日は令和元年5月の26日です。堺市長選挙立候補者3名、紹介していきたいと思います。久しぶりにね、自分の選挙か、久しぶりやね、ということで、ポクサー掲示板1番、野村智明さん、無所属ということなんですが、もともと自民党の方で、まあ、自民党を辞めると言って、無所属になられました。ただまあね、二連ポスターなどは自民党さんのポスター掲示を使っていてですね、なぎもとさんと二連ポスターだったのかな、まあ、ちょっとね、これ有権者としたら非常に分かりづらいんですよね。無所属なんですけど自民党を辞めたのか辞めてないのかで、それでまあ松井さんもこれ指摘してましたけども、共産党が、まあ、無所属になれば共産党が、応援しやすいと。で、選挙事務所が民主党が使ってた選挙事務所ということで、なんかやっぱり共産党と民主党と、その自民党の3党が応援している方だと実質上はね、そう思います。1番の村智明さんでございます。そしてもう今回の選挙大本命ですね、大本命というかもう長藤さんで決まりだろうなというのが大半の予想ですけども、大阪維新の会候補に堺市長候補長藤秀樹さんということで、ね、まあ彼に投票しても絶対皆さん悩んでる人はね、長藤さんに入れなくてもよかったら僕入れてくださいぐらいの感じです。ちょっとまあいい加減なこと言うとあれなんですけど、まあもうなんだろうな、まあ、これはさすがにね、自民党の候補者がこれ申し訳ないけど、まあ、悪いというか自民党候補者出してないんですよね。実質出してないんですよ。公にはこの野村さんは自民党辞めてるの で長藤さんがですね、これまあもちろん強くなるんですよね。でこのね、もう一個紹介しようか、自分です、立花隆です、ね、堺市出身で、堺で僕は生まれてます。堺で生まれて、まあ、堺で育ったというのも、まあ、堺以外のところも経験しています。今回はね、 NHK 問題だけじゃなくて、子育て世代、若い世代を応援しますということで、スマホ購入時の助成金の支給や電動アシスト自転車購入時の助成金の支給、生活保護を抜本的に見直して、現物支給、食事を提供できる施設で提供と、働ける事業者には施設でお手伝いと、こういう感じで、ね、NHK 問題以外にもちょっと触れております。で、まあ、もうこの3人もう圧倒的にですね、長藤さんがもう強いです。これはもう圧勝ですね。っていうのは、自民党がもうちょっとちゃんとした候補者出さないと、別に野村さんが悪いと言ったら野村さんに大変失礼なんですけども、堺市っていうのはこれ政令市ですから、国会議員の経験者とかせめてそれぐらいの大物を出してこないとですね、これは今の状況ではひっくり返せないですよね。で、僕は維新の会もできれば馬場さんとかですね、もともとここは、東国原さんとかが堺市長になったらどうだとか、結構読売テレビの優秀なアナウンサーなんかをこうね担ぎ出しておうとしてましたけども、まあまあまああんまりね、他の候補者の悪口言っちゃったのもあれなんで、でもうこれね、野村さん、まあまあいいか、ちょっと他の候補者の悪口言って もう今のところ仕方ないので、長藤さんの、まあ、僕圧勝だと思いますけどね。もしそんな中でね、立花が供託金返ってくるようにと思って入れてくれる方とか、今回の選挙はそれは厳しいんでしょうけども、いずれは僕も堺の市長なんかやってみたいな、もしね、今回の選挙で僕本当当選すれば堺市をやります、やらせていただきますし、政治家としてのやっぱり魂本能みたいなのがあって、 NHK 問題以外にも本当にね、この堺の町どん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 税金を投入してね、活性化したい、で生活保護の現物支給ですね、これまあ現物支給って書いてますけど現物サービスっていうのをやっていけばね、少子高齢化問題とかも一気に解決してくると、していけると僕は思ってます。経済もバンバン回りますね。具体的な案があるのでやりたいとは思ってますけども、
まあまあなかなかそうはいかないのかなと思っておりますが、今日はね NHK が密着取材をしてくれまして、朝の10時から夜の16時まで6時間、で NHK の昼のニュースでもこの3人しか立候補していませんから、僕のことをちゃんと取り上げてくれてます。NHK のニュースで僕の名前が、僕の映像が出たのはある意味初めてじゃないでしょうかね、政見放送以外ではね。まあでも民放さんも多分使ってくれてると思うんでね、まあ、これからもしっかりと NHK、ぶっ壊す活動をしていきたいと思いますが、ぜひ堺市民の皆さん、これから2週間明日から期日前投票も始まります。6月9日が投票日です。堺市長選挙立花孝志に立候補させていただいておりますので、ぜひ堺市民の皆さんよろしくお願いいたします。以上です。堺市長選挙に勝って NHK をぶっ壊す。